NHK はあくまで公共放送であって国営放送ではありません。私もチコちゃんに叱られるは大好きですし、ブラタモリは日本を地政学から見直した画期的な番組だとパソコンに録画していつも見ているわけです。しかしまあジャンルで言ったらエンタメの世界です。つまり国際放送でも例えば風光明媚なところであったり、そういうところも紹介するっていうのが大変実はウエイトが大きいですよね。それ考えますと、あくまで国営放送じゃなくて公共放送の立場であるのにテレビを買っただけで受信料を取られるっていうのは、一般国民からしたらこれも簡単に受け入れられる話ではないと思います。私はもちろん払っておりますけれども、払わない人の気持ちも大変よくわかるわけです。NHK はあくまで国会といえども内容を踏み込むことはできません。そこで表現と言論の自由を守るためにこそ、放送法は放送として新たに国営放送設置法を立法し、国の政策を世界と国内に直接に発信する純然たる国営放送が別途小規模であっても必須ではないでしょうか。